さあではですね、今日ねいらっしゃってるお客様に事前にお二人に質問をいただいております。その中からいくつか時間の許す限りいただきたいと思いますが、回答いただきたいと思いますが、まず一つ目の質問、お二人へ質問です。ブルーピリオドは美術に青春を注ぐ高校生のお話ですが、前田ゴードンさん、小畑さん、学生時代に熱中していたことは何ですか。これ私の質問とかという方って、あの方からの質問です。前田さん、学生時代。いや、僕はどんだけうまく髪の毛をセットできるかに高校時代かけてましたね。やっぱなかなかうまくいく人いかない日あるんですか。いや、これなんかこうねじったりしてました。チリチリしてました。どうした、はい、じゃあうまくいった日は、そう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 、あれ、わさんどうですか、今の聞いて。そうだったんですね。優しい。でも僕もしてました、はい、やっぱりちょっとうまくいった。ねじねじしました、はい、しました。髪の毛以外は特にそんなに、まあ、髪の毛がやっぱ一番で、ね、そうですね。で今の多分質問した方は髪の毛以外のこともなんか聞きたいかなみたいな。本当です か、ええ、髪の毛以外のこともなんか、まあ、サックスをまあちょっとやってたんで、サックスですかね。サックス、はい、吹奏楽やってたんです。そうですね、はい、それにやっぱり2番目だけども調子いい。そうですね、学生情熱はかなり吐けましたね。なんかやっぱ正解のない世界なので、まあ役者もそうですけど美術もそうですけど、なんかやっぱりそれこそ努力と才能っていうことに対して考えたことも多かったですし、すごくなんか共感できる部分が、この映画に共感できる部分が多い高校生活を送ってました。ヤトラと同じく芸大を受けたって聞いてますけど、なんか。はい、そうです。はい、サックスで受けただけです。いやだから気持ち分かりますよね。そこに目指していくみんなが集まってくるっていう、その芸大に向かってっていう。はいはいはい、分かりますね。なんかいろんなものを犠牲にしながら、きっとやったらもう友達との遊ぶ時間も犠牲にしただろうし、まあ、まあいろんなものを犠牲にしながら僕もやってたんで、うん、はい、すごい分かりますね。絶対そっちが一番ですよね、なんか。まあ一番髪の毛、ね、まあそうですね、女の子にモテたかったんで、はい、それが一番でした、はい。